私は奏で、30歳のシングルマザーだ。ママ、ハンバーグがいい。保育園でいい子にしてたって褒められたし、ハンバーグにしよっか。やったー。そしてこの子が私の最愛の息子、響。夫の上プニが原因で数年前に離婚した。響に辛い思いをさせているのかもしれない。そう思うと胸が締め付けられることもある。でもね、今日はご飯食べ終わったらママと恐竜ごっこしよう。はーい。じゃあ僕はティラノザウルス、ママはトリケラトプスね。よし、今日は絶対負けないぞ。シングルマザーだからこそ響に絶対寂しい思いはさせない。そう心に決めている。たっぷりの愛情を注いで響のことを育てているつもりだ。ポニ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 ーン。はい、もしもし、かなでです。もしもし、サオリだけど。サオリ、元気なの？久しぶりじゃない。ママ、誰とお話ししてるの？ママの妹よ、サオリっていうの。私、妊娠したんだよね。おめでとう。響と遊ばせるのが楽しみ。ああ、シングルマザーの子供と遊ばせるのとか正直嫌なんだけど。冗談冗談。うん、そんなことより出産祝い楽しみにしてるから。わかった。素敵なプレゼントするから。はーい、じゃあよろしく。もしもし、沙織。性格のきつい沙織とは昔から折り合いが悪く、もう何年も音信不通だった。シングルマザーの子供と遊ばせるのとか正直嫌なんだけど。冗談でもあれはひどいよ。ママ、どうしたの？ママの妹にね、赤ちゃんができたんだって。ママの妹？僕会ってみたい。響、会ったことないもんね。今度一緒に会いに行こうね。はーい、約束。約束。ママ、兄弟がいてずるい。響も兄弟が欲しいの？うん、僕妹が欲しい。ママ、今度の誕生日にちょうだい。それは無理かな。いいの？ママは妹がいて。そうだよね、たった一人の妹だもん、大切にしなきゃ。よし、これを機に姉妹の絆を深めよう。きっと沙織も子供ができたらもう少し大人になるはず。あ、もしもし、沙織。なーに、私もう寝るんだけど。よかったら今度うちに遊びに来ない？お姉ちゃんち、どうせボロいんでしょ、行きたくない。きっと悪い気はないんだわ。このくらいでめげちゃダメ。そっか、久しぶりに沙織とゆっくり話したかったんだけど。だったらうちに来たら？眺めも良くて最高の家だから。え、言っていいの？まあ、お姉ちゃんには一生住めないような家だけどね。いちいちきついな。でも我慢我慢。じゃあお言葉に甘えて遊びに行かせてもらおうかな。そんなこんなで後日。ここが沙織の家。ああ、私高所恐怖症なんだった。やばいやばい。こういう時はどうしたらいいんだっけ。手のひらに人って3回書く。なんか違う。飲み込む？なんか違う。お姉ちゃん、何してんの？沙織、久しぶり。そんなとこぼーっと突っ立ってたら不審者だと思われるからやめてくれる？ここの住民、みんなハイクラスなんだから。ごめん。すっごい景色でしょ？ここ最上階だからね。ベランダ出てみる？いや、私はいいかな。ああ、お姉ちゃん、高所恐怖症なんだっけ？そうなんだよね。ま、貧乏なシングルマザーには低層階がお似合いか。出た、隙あらばマウント取ろうとしてくる。真に受けちゃったね。あははは、そうだね。うちは2階建てぐらいでちょうどいいかな。そういえば、沙織の旦那さんって何の仕事してるんだっけ？はい、今さら？うちの旦那、業界ナンバーワンの MS 商事の営業マンよ。へー、すごいね。お姉ちゃんもエリートの旦那捕まえたのに、離婚なんて最悪。たかが上プニで離婚なんてね。私は離婚したこと後悔してないよ。今は響と二人で幸せだし、あのまま我慢してたらおかしくなってたよ。お姉ちゃんがよくっても響はそうじゃないんじゃない？お姉ちゃんの我慢が足りないせいで響が寂しい思いしてるって思わない？本
とお姉ちゃんって自分勝手だよね。ひどい。私だってたくさん悩んで決めた離婚なのに。でも沙織の言う通り、響は父親がいなくて寂しい思いをしているのかも。今日はありがとう。今度はうちにも遊びに来てね。ふーん、ま、今だから言ってあげてもいいわよ、気が向いたらね。ちょっと傷ついたな。私の我慢が足りなかったせいで響に寂しい思いをさせてる。もしかしたら沙織の言う通りなのかも。後悔しても仕方ない。全力で響に愛情を注ぐしかないわよね。響、お待たせ。ママ。そして沙織が家に遊びに来る日がやってきた。あー、お姉ちゃん、家わかんないんだけど。白い屋根の一軒家なんだけど。そんな高級住宅街にシングルマザーが住めるわけないし、お姉ちゃんがくれた住所間違ってるんじゃない？ちょっと待ってね、今外出るから。おーい、沙織。お姉ちゃん、え、お姉ちゃんの家ってここなの？嘘でしょ、こんな豪邸にシングルマザーが住めるはず。あ、そっか、どうせ上っぷにした旦那の慰謝料で買ったんでしょ。よくそんないかがわしい金で買った家に大事な息子と一緒に住めるわね。うわ、早速出ました、得意の嫌味。でもここで挑発に乗ったらダメよ。違う違う、そんな慰謝料もらえなかったもん。必死に働いて最近買ったんだよ。お姉ちゃん一人で帰るわけないじゃない。そんなことより入って入って。ここが本当にお姉ちゃんの家？そうだよ、響がのびのび遊べるようにって最近一軒家に引っ越してきたんだ。ふーん、お姉ちゃんって何の仕事してるんだっけ？アパレル系だよ。ふーん、そうだ、沙織の赤ちゃんにどうかなってサンプルがあるの。新品だし綺麗だよ。響には小さくて着てもらえたら嬉しいなって。はあ、何このボロ、本当に新品？オーガニック素材で漂白してないから素材の色が出てるの。私の赤ちゃんにこんなの着せられると思う？そっか、気に入らないなら仕方ないね。うわ、響の服全部ボロボロじゃない？こんなのばかり着せられて響がかわいそう。もっと綺麗なの着せてあげなよ。あ、お金ないの？私、自分の赤ちゃんにはこのメーカーの服しか着せないって決めてるの。え、ここって。何よ。いや、なんでもない。言いたいことあるならはっきり言いなさいよ。あのね、ここのメーカーの服って業界では有名で。ふん、超高級ブランドで最高級品質だものね。違うの、値段と質が釣り合わないって。素材は悪いし縫製も雑、メイドインジャパンっていうのも嘘だって噂で。はあ？自分が貧乏で買えないからってイチャモンつけるのやめてくんない？違うの、そんなつもりじゃ。ただ沙織の大切な赤ちゃんには素材のいいものを着てほしいなって。そんなに言うならお祝いはここのブランド以上の高級品をくれるんでしょうね。え、まあお姉ちゃんのことだからどうせ安っぽいものだろうけど。痛いな、新生児の肌って本当に敏感だから肌に優しい素材が一番なんだよ。絶対喜んでくれるものをプレゼントするから。ふん、せいぜい頑張って。お客様のお帰り。はあ、今日も沙織きつかったな。今日ママの妹が遊びに来たんでしょ？僕も会いたかったな。楽しかった？うん、楽しかったよ。ママの妹、もうすぐ赤ちゃん生まれるんでしょ？僕も会いに行きたいな。そうだね、生まれたら一緒に赤ちゃんに会いに行こう。響が赤ちゃんを楽しみにしてるんだ。私がこれくらいでめげてちゃダメ。沙織が喜ぶプレゼントを送って姉妹の絆を深めなくっちゃね。数ヶ月の月日が流れて沙織が無事に可愛い女の子を出産した。可愛いね、ママの妹の赤ちゃん。響のいとこだよ、マリちゃんって言うんだって。うわー、かわいい。僕、早く会いに行きたい。今聞いてみるね。うん。もしもし、沙織、出産お疲れ様。うちの子超かわいいでしょ。うん、めちゃくちゃかわいい。
落ち着いたら響きを連れて遊びに行ってもいいかな。ああ、シングルマザーのことは本当は遊ばせたくないんだけど。え、また言ってるよ。ま、出産祝い持ってきてくれるならいいよ。もちろん持っていくよ。こうして私は響きを連れて沙織の家に遊びに行った。すっごい、沙織ちゃんの家高いところにあるんだね。僕こんな高い建物初めて。いくら沙織でも子供に向かってひどいことは言わないだろう。それに響きも楽しそうだし。いらっしゃい、はじめまして、沙織の夫の成田です。こんにちは、僕響き。うわー、めちゃくちゃ可愛い。本当だ、小さくて可愛い。ちょっとその前に出産祝いくれる？おい沙織、お姉さんに失礼じゃないか。だってお姉ちゃん超高級な出産祝いくれるって豪語してたから。私すっごく楽しみにしてたの。もちろん用意してるよ。はい、これ喜んでくれるといいな。今日響きが着ている服と同じ素材でできてるんだよ。はあ、お金持ちのくせに貧乏くさ。響きもこんなボロ着せられて。やっぱりシングルマザーの子供はかわいそうね。響きの前でそんなこと言うなんてひどい。これはちょっと、あなたこれ見てよ、ひどいボロじゃない？お前何言ってるんだ。このブランド今世界中で入手困難な子供服ブランドの新商品だぞ。嘘でしょ。間違いない、カナデコーポレーションの製品だ。うちの会社でも海外での販売権取得のためにオーナーと交渉しているんだ。あれ、カナデってまさか。そう、その服はママのブランドのものだよ。成田さん、うちの服知っててくれたんですね。そうか、カナデコーポはカナデさんの会社だったのか。度重なる夫の上っぷりに耐えかねた私は慰謝料もほとんどもらわずに離婚。小さな響きを育てていくために得意の裁縫を生かして子供服を販売することにした。苦手なパソコンも必死で覚えてネット販売を開始。国産の上質な素材とホームメイドにこだわった製品は口コミで少しずつ評判に。安定した収入を得るようになり、二人でゆったりと暮らせる家にも引っ越した。そんなある日、驚くべきことが起こったのだ。ポニメイ、受注数が200件を超えました。プニー、え、どういうこと。なんと有名海外セレブが私の作った子供服を SNS で紹介してくれたのだ。瞬く間に注文が殺到。一人では間に合わなくなり、慌ててオフィスを借りて数十人のスタッフを雇うことに。会社の規模が大きくなっても商品の品質は落とさないことにはこだわっている。だから沙織にうちの製品をボロって言われた時はちょっと傷ついちゃったの。一生懸命働いて半年前にこの一軒家を購入。小さな響きを育てるためにと始めた子供服ブランドだけど、まさかこんなにうまくいくなんて。嘘でしょ、お姉ちゃんがそんな有名ブランドのオーナーだなんて信じられない。ほらこれ見てよ。この海外セレブ来日した時にかなでさんの家に来たみたいだ。そうなの、私英語喋れなくて困っちゃったんだけど遊びに来てくれてね。外国のお姉さん響きにおもちゃくれたんだよ。響きも遊んでもらって楽しかったよね。うん、こんな貴重なものありがとう。え、それにこの服にはかなでさんの思いがこもっている。かなでさんの努力の結晶のようなものだ。こんなものをいただいてマリは幸せだ。有名ブランドのオーナー、海外セレブと友達。何よそれ。あとね、僕かわいそうじゃないよ。パパはいないけど僕には最高にかっこいいママがいるもん。沙織ちゃんはママが羨ましいんでしょ。だったら素直にそう言えばいいのに。お姉ちゃんにはかなわないよ。子供の頃からお姉ちゃんは誰からも好かれて人気者で、そんなお姉ちゃんとずっと比べられてきた私の気持ちがわかる。沙織はずっと奏さんにコンプレックスを抱いていたみたいなんです。そのせいで奏さんに辛く当たってしまっていて、すみません、僕からも謝ります。そんな謝らないでください。私は全然気にしていないですから。ママはそんなことで怒るような器の小さい女じゃないから。私は沙織のことが羨ましいよ。こんなに優しくて
沙織のことを思ってくれる旦那さんがいる。それにこんなに可愛い女の子まで生まれて。沙織は私が持っていないものたくさん持ってるよ。お姉ちゃん、ごめんなさい。よしよし、もうお母さんなんだからそんなに泣かないの。ほら、お母さんが泣いてるからマリちゃんびっくりして泣いちゃったよ。ごめんね、マリちゃん。ママですよ。私は初めて沙織の心に触れることができた気がする。これからはいい関係を築けたらいいな。沙織、ごめんね、遅くなって。いいのいいの、カレー作っておいたから響と食べてね。わあ、美味しそう。床もピカピカ、掃除もしてくれたの。あれから数ヶ月、沙織はたまに家に来て家事を手伝ってくれている。マリちゃん、お兄ちゃんですよ。響も妹ができたみたいって大喜びだ。ねえ沙織、これマリちゃんにどうかな。新商品のサンプルなの。何か意見があったら聞かせて、改良の参考にするから。ここのフリルちょっと地味じゃない。お姉ちゃんのセンスいまいちだからな。そうかな。ま、沙織のコメントが辛口なのは相変わらずなんだけどね。私たち姉妹の絆は大人になった今が一番強い気がする。たった一人の妹だもん。これからもこの絆を大切にしたい。かなでです。成田だよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。かなで工房なんて思いっきり名前が出てるけど、案外気づかないもんなんだな。まさか身内だなんて普通思わないもんね。それもそっか。見てくれたみんなはどう思う？よかったらコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。それじゃ、またねー。